公衆選挙は山梨県における選挙戦の特徴のことを指す。公衆は山梨県の両政国である海の国から。山梨県は基本的に内向的社会と言われており、町内会や無人会などの内向的コミュニケーションが活発である。また、山梨県は遅延決縁や近所の結びつきが強く、経済的、社会的貢献を受けるために、 疑似的な親子関係を結ぶ親分子分観光が残り、地域によっては集落全体が親戚というところもある。選挙に出馬する候補者は、この内向的コミュニケーションを利用し、県内各所にある町内会や無人会、遅延決縁を取りまとめて選挙戦を行うことが多い。戦後には、親分子分観光は衰退するものの、 九百五十五年の第三回統一地方選挙を契機に、再び同族意識が活性化し、山梨県選挙管理委員会では、話し合い活動を展開し、公衆選挙の撲滅に努めている。この方法をいち早く言ったのが、金丸信である。金丸は、数多くのな行動親となり、地元有力者や政治家との間にも、心情的な親子関係があり、 選挙に際しては、この組織を駆使し、山梨県内において、強固なる地盤を築き上げ、国政においても影響力を持ち、政界のドンと言われるまでに上り詰めていった。その後山梨県選出の国会議員や山梨県知事、山梨県議会議員もこの方法を取り入れていき、確固たる地盤を築き上げていくケースが多い。事前にある程度の票が、まとまりさえすれば、 選挙運動をしなくても当選することが多いため、マニフェストなど方針を定めない選挙運動を行うケースが多い。告示後も遅延欠縁のみを集めて決起集会を行う、ポスターの形付けを行わない、選挙カーではただ名前を連呼するだけという運動がよく見られる。極端な例になると集落ごとに集会で候補者を決めたり、 代表者同士で話し合いをして選挙戦にならないようにする地域もある。このため、政治知識をあまり持たなかったり方針を明確にしない、候補者が当選することもあり、当選後も活動が明確でない主張、議員がいる。地元市の調査では2009年度議会において、一般質問を、丸1年行わなかった、県議、市長村議が3割以上に達している。 公衆選挙での組織は内向的であることから、支持組織の相違による対立や党本部の意向に反して独自方針、活動を行うケースがあり、結果として組織が分裂状態となる場合がある。顕著なのが自由民主党の山梨県連であり、山梨県全県区時代は日本社会党と交流があった金丸信と日本社会党と距離を置く。 田辺国を、堀内光雄との対立をはじめ、優勢選挙では、優勢民営化に反対票を投じて増反した、堀内光雄保坂武氏に対して、自民党本部は対立となる候補を擁立して、公認したが、山梨県連は、堀内と保坂を支持したことで、党本部との圧力を招き、優勢選挙後も山梨県、第2区では、堀内光雄の支持基盤を引き継いだ。 堀内翔子と郵政選挙で堀内光雄男の対立候補として擁立した長崎幸太郎との争いが続き、党県連内では堀内を支持する勢力と長崎を支持する勢力で分裂状態となり、国政選挙や県知事選挙で独自候補の擁立に影響が生じている。票を取りまとめるために贈賄罪や公職選挙法に抵触すると承知しながらも、 組織ぐるみで平然と選挙違反を行うケースが後を絶たず、投票終了後に運動人や支持者が逮捕、立憲されることが、風物詩と化している。21世紀に入ってもこの状態が続いており、公職選挙法違反などによって逮捕者や、当選無効、議員失職が相次いでいる。上記のように、公衆選挙が続いているが、以下の通り、 公衆選挙を嫌う有権者の反発により、通用しない事象が発生したり、対立から歩み寄りへ転換するケースも発生している。衆参両議員選挙や山梨県知事選挙、統一地方選挙の時期になると全国紙などの広域マスメディアでは必ずと言っていいほど取り上げられ、組織ぐるみの集票活動や状態化している、選挙違反などを持ち出しては、山梨県における、 社会構造を問題視する記事が書かれることが多い。山梨日日新聞やテレビ、山梨など県内に影響のある地元マスメディアも近年この用語を用いるようになり、変わらない体質を批判している。ありがとうございます。